は今日は短いけど終わるの？うん。じゃあ終わるの？こっちはとりあえず終わります。終わるの？やっぱり裏切られたので私。裏切れないって。なんかすごい行き違いの配信になっちゃったんですけど。裏切ってません。裏切られたから。ヤッホー、キーホルダー買いました。お、ありがとうございます。キーホルダー今日は大阪ツアーあれだったよね。ありがとうございました。グッズだ、かわいいグッズ、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。明日も頑張ろう。今日は追加公演だったということで、配信はなく来てくださった皆さん限定ということで、どうだったかな、来てくださった方ありがとうございました。楽しかった。なんか緊張してたんだけどさ、ちょっと立ち位置が変更になったとことか。ツアーもね、久しぶりだったので緊張もあったんですけど、楽しかったな。1位は田辺っちさんでした。ありがとうございます。パチ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 。じゃあ私は終わります。ホラーなライト、なんかちょっと気に食ってないこの光の当たり具合。ということで私は終わりました。期待がつい、なんでなんでなの。おもこいの時さ、うん、アヤパンがめっちゃなんか何めっちゃはっちゃけてた。あの最初の時、うん、めっちゃ変顔しちゃった。うん、カメコタイムだったのに。確かに。え、でも後ろ向いてたからな。どうやろう、誰か撮って、うん、撮ってくれてるかな。撮ってないでしょ絶対。ちょっと見たかったな。撮ってないで。あれ、あ、そういうことか。そうなんよね、下から照らされとう感じやけ、多分ね、あれなんよね。だから私が下がればいいんじゃない。でもいろいろ映っちゃうかな、難しい。ほらこうやってこうやってこれちょっと、これだ、ここだよ。ちょっとすごい体勢で配信してる。ここじゃない。でも実家、実家って言いました今。今実家じゃないよ。実家って言ったの。あ、実家。実家。急に実家。急に弱いの。さっきなんだっけ、なんか面白かったやつ忘れちゃった。なんか笑ったやつあったよね。なんだっけ。二人して忘れた。なんだっけ。私がなんかさ、我。わしもみたいな。わしもだっけ、わしなんとかみたいな。その話してた。何の話の流れだったっけ。でもわし系。なんか私が急にわしなんとかって言ったら、あやぱもあわしなんとかなんだみたいな感じで。わしが流行ったんだ。そう、面白かったんだけど、もう何の話だったか忘れちゃった。人の記憶力って怖いね、うん、ありがとう。ギフトもありがとう。山井さん、虹色スター10個ありがとうございます。もやし生活さん、クマありがとう。クマ、いい感じに安定してるかな。
クマありがとうございます。ありがくまやばい、この体勢もう嫌だ、もう嫌、もう嫌、もう嫌だ。何もう寝っ転がってるのかな。何がどうやって、もう配信する場所がないという話食べていいよ。いやもう食べない、もうこれさ、あれだよ、エアコンでカピカピになるよ。あ、ほんと？ちょっと閉めとこう。よいしょ、よいしょ、もう寝っ転がってやろうか。ありがとうございました。お疲れさん、いっこうさん、ゆずきちさん、しょういちさん、つのさん、ビルマさん、ありがとう、めっちゃかわいい、もありがとう。林生活さん、やまいさん、お疲れさん、ありがとう。月が綺麗ですよ、見たよ。なんとかのなんとかでしょ。もう次回ってくるのは7年後らしい。ダイヤパンに教えてもらった。そうらしいよ。でも普段のさ満月と何が違うんだろう。確かに ね中秋の名月、それそれ綺麗具合が違うよね。そういう問題なの、うん、なんかさ周りのさ、あ、うん、分かった分かった、クレーター問題じゃない、うん、クレーター、あ、なんか、うん、いい具合に、うん、クレーターのない面が見えますみたいな、うん、そう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 それあ、そういう感じなのかな。そうだと思うよ、多分そうらし、そうか、そうなの、うん、なんかさ、そうらしい、あやぱん曰く、クレーターが、うん、すごい結構ボコボコになってるのが、うん、いつも、あ、普段ね、普段結構ツルツルしてたじゃん。確かになんかさ、月にさ、うん、黒い影みたいのがなかった気がしたね。それという結論なんですけど、うん、どうですか。それる面は年中同じですって、え、嘘だね諸説ありじゃあ何が違うの、中枢の満月は何が違うんだい。私は今からポスト、そう、ポストしようと思ってたんです。リバティンエイジさんの ご紹介ポスト。今日のねリハ、そう、今日のリハ着もね、私のコラボさせていただいた T シャツ着てます。めっちゃ着てる最近。ポストしたぜ。今日撮ったやつ、この写真。リコちゃんに撮ってもらったんだ。よいしょ。なんかもう。私はどうやってどの場所で配信したらいいの？どうやったらいいの？どうやったらいいの？場所がないわよ。お疲れん。
勢がきつい。ポストしました。明日もね、明日は2公演ありますので、大阪ツアーよろしくお願いします。今日はね、配信がないから結構はっちゃけてるはっちゃけてる、結構ね冒険しがちな髪型のメンバーも多かったんですけど、私は髪を切ってから初めての公演ツアーということで、シンプルおろしにしました。なんかこの前美容室でさ、ここの横のね毛を増やしてもらったんだけど、どうなんだろう、いいのかな悪いのかな、よう体勢が定まらん、体勢が定まらん、きつい、きついや、やっぱ何体勢が定まらない、配信する定めないと体勢もう私はもうよくわからん、なんか腹筋の途中みたいな体勢でやりよる。そう、体を休めなきゃいけないのに、固めなさい、固めようかな、よいしょ、もうここでいいや、ここでやろう。明日見に行くねって待っとんで、飛んで、あとね、明日は何の髪型をしようかな。2公演とも金子で行くってよろしくよろしく頼みました。津波さん、クマありがとうございます、ありがとう、まありがとう、エセ関西弁やっとってや、大阪すごい差し入れがめっちゃ豪華だったよね。ね、たこ焼きもあったし、シューマイもあったし、エビシューマイもあったし、お団子もあったし、豪華でした。シューマイはね、さっき食べた、あやかちゃんと、そうだね、半分余ってるよね、余ってる。
美味しかったね。美味しかったね。すごい一個で、うん、めっちゃボリューミー。一個で三つ分ぐらい。三つ分？あ、確かに、あのちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。そう、一個でちっちゃいやつ三つ分。三つ二点、あ、でも三つ分ぐらい。三つ分ぐらいじゃない？キュッてやったら。キュッて。キュッてしたら三つ分。リクロゴディさんのチーズケーキは食べてないな。めっちゃ美味しいよね。なんかいつかのさ、だいぶ昔にさ、うん、一緒に食べたくない？食べた食べた。その時も同じ部屋でさ、うん、え、でもあれ覚えてるよ、その時私初めて食べた。私もあの時初めて食べた。あのリアルお話し会の帰り帰りだったか忘れたけど、あれさ、一番初めてのリアルお話し会だった気がする。違うっけ？そうだっけ。でもそんな、それぐらい前だよね。うん、大阪でね。で、すごい感動してさ、うん、食べたよね。わかるわかる、めっちゃ感動した。ってなったよね。うん、やばい。ってこんな美味しいのって、ふわふわやんって言って。懐かしい。あやパンとは ね、 懐かしいね。同部屋になることがめっちゃ多いね。なんかみんなでさ、うん、あのこうコンスライブとかの時とかってさ、ね、え、だってもうペアになるよね。めっちゃ覚えとるのがさ、なんか私がお風呂から上がってきたら、うん、もうエアパンが布団で、うん、もう意識を失ってて、なんかすごい正座、うん、なんかすごい体勢で寝てて。嘘。わかった。なんかさ、ね、寝てるみたいな。え、多分あるよ、私その時写真。ね、なんで、なんで写真撮ってんの？それ盗撮でしょ。え、違うよ、違う、どこかで、え、その時もでも見せた気がするよ。見せたっけ。うん、ちょっとどこかでね、出そうとか思って。いやでもさ、いや、でもいつもあるの。あの体勢結構好きなんだよね。あの足を折り曲げて、あの仰向けになって寝るっていう。え、いつ頃だろう。もう、あの太もものアキレス腱が伸びるんですよ、あれ。っていうのもあるし、なんかすごいあのフィッってなるから、こうフィッフィッってこうフィッってなるんです。フィットフィットフィットするからいいなって。いいよ、探さなくて。いやね、ちょっとみんなには見せん。いや、見せないで、絶対に。みんなには見せんよ。絶対に見せないね。ちょっとないな。え、あ、待って、違った。なかったんですけど、普通に寝てて、なんかクッションかな、枕、ホテルのクッション、これホテルのクッションが、お、顔に乗ってるの。結構大きめな、え、絶対重いじゃんみたいなクッションがもう顔に乗ってて、顔が見えなくて。そう、よくちょっと足倒して寝てて、顔にはクッションが乗ってて、それ結構怖いね。そう、顔がもう見えない。びっくりしちゃって。え、なんかすごい独特な。で、これは何、どういう状況やったの。どういう状況だったんだろう、それ。こんな状況にちょっとさ、人生なったことがないから、わかんない、わかんなかったんだけど、この時もうとにかく寝たいっていうあれだったのかもしれない。あ、部屋がじゃあ明るいのが嫌だったみたいな。多分ね、そういうわけじゃないと思うんだけど、
なんだろうね。え、でもなんかそれ思い出したかもしれない。え、でも多分これが、え、それさ、あれじゃない、あの研究生のさ、研究生ツアーの時じゃない、研究生のツアーやってる時に。いや、これがね、大阪だよ。嘘、大阪の大阪、うん、このイクルおじさん初めて食べた時。そうなの。うん、記憶にございません。じゃあ何だったんだろう、何だったんだろう。それ私じゃないんじゃない。やっぱんだよ、やっぱんだよ、これはこれは確実にそのズボン持ってるから絶対。それはやっぱんだ、全く同じ、今も履いてるしね。本当。不思議、七不思議。七不思議。どうしよう、今日もさ、私がお風呂から上がってきたらなんか枕あた顔に乗せて寝てたら、そしたらもうあれだよね、無意識に多分そういう癖があるんだって思って。そう、でもさ、あれだよね、なんか枕もそのフィットする、顔にフィットする枕じゃなかったよね、なんかあれ全然重い、硬そうなさ、硬いさ、顔でよくバランス取れてるねみたいな感じの。ねえ、本当に何だったんだろう、怖いね。え、そう、多分この時はもう聞けなくて私、うん、これ何だったんですかって、聞かなかったよね。不思議です。そんな感じで、アイパンとは同部屋多いです。ちょっと電波悪い？悪い？分からない。カクカクしてる？私は大丈夫だよ。私は公演とかツアーがあった日はアドレナリンで、夜があんまり、夜遅くまで眠れないから、うん、さっきもあれを飲みました、睡眠を、深い睡眠みたいな、疲労回復みたいな。だから今なんか程よく眠い。寝るのだがね、売ってなかったよね。チキンもね、最近見ないんだよね。買いたいんですけどね。だから最近はなんかいろんなものを冒険してる。寝るのだ。え、どうしたい？え、なになに？思い出し笑い？違う。なんか笑ってます。ヤパンが笑ってます。理由は分かりません。最近怖い夢見てないです。やばい、なんか変な、なんかおかしなテンションになってる。アヤパンが大丈夫かな。今何時だろう。現在の時刻は23時38分です。え、なんか普通に早く配信終わっちゃったけど、もうちょっとやっとけばよかったな。なんか今普通に元気、元気、めっちゃ
話したい気分だった。話してた。ハロー、ハロー。待って、なんで笑いよ。今のハローがなんかちょっとおかしなテンションになってる。大丈夫？もう今なんでも面白いムードじゃない？うん、なんでも面白いモード入っちゃってる。でもなんかやっぱさ、結構思い出し笑いしてるイメージある。なんか多くない？結構。あ、多いかもしれない。いいよね、急に笑って。え、そうって言ったら思い出し笑いだった時が割と多いか。ハイパンの生誕ティーめっちゃ好き。これ、うん、そう、もうね、今日着てきたんですよ、これ。着てきてるの。ちょっとね、今日はね、あの変化球なね、自分的に一日にしようと思って。おお、いいじゃん、目標を持って。そう、変化球な、だから T シャツを着てきた。変化球っていうあの自覚はあったんだ。うん、だって文字、いいね、文字の服ってあんま着ないじゃん、文字書いてる服って。確かに、日本語いいよね。鈴木彩香で、なんていうの、あゆよ作文作ってる生誕ティーなの。そうです。めっちゃいい。どういうとこ変化球にしたん？ん？どういうとこ変化球にしたん？え、どういうこと？え、どういうこと？待って、どういうこと？待って、あれ日本語の意味が分かりません。あの、あやかさんが変化球な一日に しようと思ってって言ったから、うん、どういう変化球を打ったんですかという。え、わかんない。あ、なんとなくね、心の持ちよう的な感じで。あ、そう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 、そういうことさ。そういう感じ。そういうちょっとらしい。いつもの、いつも着てるあのレッスン着じゃ、なんか今日は、うん、あ、ちょっとなんかあーってなりそうだったから、そうだから今日はちょっとね、あの靴も、うん、あの最近買った新しい靴を履いてた。いいじゃん。そう、そういうこと。そういうことね。そういうこと。会話成り立ってるって言われてる。何？会話成り立ってる。いや結構さ、うん、いやなんか原田さんのね、日本語はね結構難しいと思う。本当に？うん。え、私の日本語？なんて言うんだろう。私の日本語難しい？うんうんうん。え？自覚がなかった。いや、あ、正解なんだとは思うんだけど、うん、合ってるとは思うんだけど、うん、あのちょっと大人びてるっていうか。本当に？うん、そうそうそう。なんか会話の質問とかが、うん、そう、大人びてるから。え？だからなんかそんな、さっきのもちょっと分かんなかった。そんなことちょっと初めて言われたかもしれん。そうなの？え、本当ですか？うん、皆さんもそういう、実はそう思ってた？え、結構なんかすごいさ、なんかだからその例えば、うん、コメントとかさ、感想とか言うとき、その、うん、例えばなんか配信とかさ、うん、なんかの配信とか講演の感想とかそういうのとか、すごいだからさ、めっちゃすごいって思ういつも。え、そんな私大人びたこと言ったこと記憶がないんだけど。うそ。ちょっとじゃあこれから意識して、なんかいろいろなんか四字熟語とか言葉だとか入れて。そういうことじゃない。ちょっと英語とか使って言っていこうと思います。そうしよう。よかった。ちょっとやばいよ、逆に。なんか文学的な感じの言葉を織り交ぜていこう。想像したらめっちゃ面白いな。ちょっと考えなければ。でもなんかね、あやぱん、なんて言うんだろう、
なんか最近インタビューを一緒にさ受けたお仕事があったやん。その時なんか言葉選びとか、なんていうやろ、感性というかさ、なんかちゃんと物事をさしっかり見てるとか気づいてるとかさ、すごいなって思った。うっそえ、あの、あれだよね、あのな、車の中で、そうえ、でもさ、私あれ、あの後さ、なんか自分がさ、うん、言ったことに対してさ、うん、なんかちょっとわ、なんか言い方間違えたってめっちゃ、あの帰りの移動の中でめっちゃ考えてた。本当？あ、なんかもっとこう言ったら、うん、絶対良かったのにとかって、もう頭の中でわーってなって、え、でもめっちゃ良かったよ。なんか良かったんだね。なんて言うんやろ、あ、ちゃんと考えてるというかさ、うん、すごい、あ、素敵なところに気づけてるから、もう本当にすごいなって思った。嘘、嬉しい。そうだった。それを言葉にして伝えてるから、なんかそのインタビュアーの人とかもさ、なんか嬉しそうだったよ。本当に、いや、いやでも難しいよね、言葉で伝えるのって。めちゃめちゃ。なんか最近すごいさ。そういうなんか自分の思ったこととか、うん、感想とか言葉にすることがなんかすごい難しいって思う。わかるわかる、めっちゃなんかスマートにもっとさ、あの、わかりやすく言いたいけどさ、うん、難しいんだよね。あの、あれですよ、あの、とかってこうあの何でしたっけとかってなっちゃうんだよね。なんか私さ、すごい、なんて言うんだろう、なんか落ち着いて自分の番が待ってきたら、ああいう時なんか言えなくて、うん、なんかとりあえずで喋っちゃって、あー、でも全然内容のないことを言ってしまうかもしれない。わかる。で、後で落ち着いてもっとなんかいろいろさあ、いろいろ言えたよなって。わかるわかる。なんかちょっとなんかちょっとテンパっちゃったなとか、うん、確かに、それはめちゃめちゃあるね。だから難しいんだよね。難しいよねと思います。内容がないような、内容がないようなこと、内容があるよ、なんか思ったことを言葉にする力が、力をつけれるように頑張ります、ね、それが内容がないよとかさ、そんなこと言うから静まったじゃん。食レポも難しいよね。あ、難しいよね。え、本当に難しいよね。難しい。うん。美味しさを伝えたいんですけど。普段から食レポとか自分で一人でやってたいのかな。確かに。家とかでさ、なんか食べる時も、うん、ずっと一人でさ、あ、いいかもね。ね、良さそう。じゃあ、さっき食べたシュウマイの何食レポお願いします。なんで、なんで、もう今食べてないのに。あの、食べ、いただきます。あ、そのエアーで再現してくれてる。
醤油とかかけてないんですけど、かけなかったんですけど、うん、もう味がめっちゃついてて、うん、味がついて、いやでももうあのもうソーシャル、もうソーシャル美味しいです。ソーシャル、うん、ソーシャル、ソーシャル美味しい、なんて言うんだっけ、トータル、あ、トータルもうトータルして美味しいです。もうトータルして美味しいんですよ。だってね、美味しいものは美味しいからね。ダメだ、もうこんなやばいやばい、やっぱできなくなっちゃうから。もうこんなことを言ってたらね。そうだよ、そうだよ。いやでもできてたよ。いや食レポのお仕事もしたいよね。うん、ね、ちょっと頑張ろう。これからじゃあ、ね、あの2人あのご飯食べるときにアヤパンと近くにいたら、うん、お互い食レポをするという、確かに、ちょっと鍛えていこう。良さそう。でもあやぱんは食べた美味しいものを食べた時の表情で、表情だけでもう伝えれるから、そう、映像で見てほしい。いやでもそれはね、原田さんも同じだよ。本当？うん、なんかずっともう幸せオーラがずっと出てるもん。本当？本当に。じゃあいいじゃん、もうあの言葉じゃなくさ、うん、動きで動きで語っていこう。そうだね、いいいい、よいよい。私は今さりげなくどんどん髪型の止めていただいてたピンとかを取ってる。髪型どうしようかな、明日。いやでも明日で9月が終わりってやば。そっか、やばいよ。盛り上がろうね、明日もよろしくお願いします。これくらいの髪の長さの時さ、どんなアレンジしてた？全然ね、してなかったよ。あの、もう耳かけか、ここの耳かけの編み込みかぐらいかな。どうしようかな。なんかこの長さでさ、うん、巻くの結構難しいよね。難しいよね。のはね、ちょっとなんかある程度長さがないと。そうなんだよね。ツインもね、幼くなるよね。やっぱシンプルに一番ストレートの内巻きか外羽か。あ、外羽ね、いいね。どっちが好き？外羽と内巻き。でも内巻きかも。ね、私も内巻きが好き。もうちょっと結構短かったらね、外羽可愛いかもしれないけど、うん、この長さだったらもうちょっと短い方が外羽合いそう。確かに。確かに今日ツインのメンバー多かったかも。リンゴちゃんヘアしようかな。あ、いいじゃん。いいやないか。明日は帽子とかないから、母さんミラーボールありがとう。そう、あやぱんの無力がめっちゃ好きなんですよね。
ユニット。今日も着替えの時言ってたけど、めっちゃいい。明日配信もありますので、皆さんぜひぜひ見てください。わかるって、だよね、すごい心にくるよね。明日は昼と夜あるので、ちゃんと休んで明日に備えようと思いますわ。ね、結局何時に起きる？明日？うん、部屋を出る。部屋を出る2時間前にアヤパンが起きると言うんですけど、私は30分前でいいと思うんですよ。あ、でもね、どう思いますか？いや、私は明日早くにちょっと起きて、うん、ちょっといろいろやりたいことがあるんで。何するの？何するの？うん、2時間あったらいけるでしょ。だって余裕でしょ。え、じゃあ私もう寝てるかもだけど。え、私さ、最近スマホの、うん、あのアラーム入れたんだけど、アプリ、うんうん、あのなんか最初ちっちゃい音から鳴る、徐々に大きくなっていくアラームになってたの、こう勝手に、うん、今日の朝、うん、いいねこれと思って。だからちょっとちっちゃいうちに消すね。じゃあ、あ、初めじゃあちっちゃくなって、そう、消さなかったらどんどん、そう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 、大きくなっていくって。へえ、いいじゃん。じゃあどうしよう、私の方が先に起きてさ。私も早く起きようかな。いや、でも原田さん言うていつもね、多分早いんだよ起きるの。ほんと？うん、あのなんかすっごい早い時あったよね、一回すごい覚えてるよ。いつだろう。え、でも私も結構すごい早朝にさ、うん、なんか私が目覚めたら椅子に座ってからさ。だっていつの話だろう。いつだろう。私も結構、でもなんか覚えてる気がする。結構な早めな時間だったんだけど、私も起きたの、うん、なんかもうさ、私が起きた時にはさ、うん、なんか椅子に座ってからさ、うん、なんかもう普通に起きてたんだよね。だからなんかそれも記憶あるね。記憶あるよ。私いつの時だろう、何の時だろう。でも結構これ前な気がする。え、なんかちょっと前、何年か前ぐらいまでは、うん、私もだいぶ早く起きてたかも。あ、そうなの。最近ギリ、最近はもうなんかギリギリを攻めるようになってしまったかもしれない。割と。でもそっか、いろいろさ、うん、準備とかもあるからね。そう、私結構ギリに、ギリ無理タイプ。じゃあ、じゃあ1時間前ぐらいに起きようかな。私壇上読もうと思います。もうこんな時間、壇上読ませていただきます。13位山井さん、12位ゆういちさん、11位江口渋谷さん、10位 IKKO さん、9位ビルマさん、8位翔一さん、7位カズさん、さやかに倒し、6位ゆずきちさん、5位つなさん、4位もやし生活さん、
3位ツナマヨさん、2位トラさん、1位お疲れさんです。ありがとうございました。ありがとう。明日大吉の方はトラ猫ももさんです。かわいい。それじゃあね、皆さん今日も一日、そう金曜日か、今週も平日お疲れ様でした。明日もツアー大阪よろしくやで。それじゃあね、また明日です。おやすみなさいませ。バイバーイ。